皆さんこんにちは、平出和也です。現在私も自宅でこの状況が収束するのを願いながら家族で過ごしています。この夏にも、私の限界に挑戦する海外遠征を計画していましたが、延期することを決めました。私にとって山は自分を成長させ育ててくれる大切な場所です。そんな場所に今向かえないのはとても残念ですが、今はその山に思いを馳せ、皆さんと一緒に待ちたいと思います。私たちの大好きな場所にまた一緒に帰りましょう。さて、これから少し私の心の山の話をしたいと思います。2017年に、私はシスパールという山に登りました。初めて見上げてから15年目、4度目の挑戦でした。その4度目に向かわせたのは、10年来のパートナーであった谷内圭さんが登山中に遭難死したことが大きなきっかけでした。あのシスパーレの頂に立てれば谷口さんの死を乗り越えられると考えたからです。2013年に谷口さんとディランという山に登りましたが、登頂後に麓のロッジにサインした石を残してきました。まずその石を探しに行きました。大きめなゲストハウスだから。はい、うん、アサラマリクミイスラムさん、この石重いっけ？いや、ベヤコはイエス。いやいやいや、あー、スベルナイス。この時ずいぶん白かったけど、その後私は友人のやっている登山用品店に向かいました。That is three months. Big shoes.Oh, do you remember? You saw it here. これ K さんの靴。Yeah, there is a name. K さんの靴を履いて彼はブロードピークとかハセメーターに登ったって。Maybe she also happy.多くの人の心の中に谷口さんが生きていることを知り、私はとても幸せな気持ちになりました。そしていよいよ4度目の挑戦が始まりました。NHK の番組やブルーレイでご覧になった方もいらっしゃると思いますが、改めてダイジェストをお届けします。シスパーレっていうのは僕にとっては初めて出会った時から僕の登山っていうのはスタートしていて、過去3回失敗した登山も含めて、今4回目、格好悪くてもがむしゃらに登りたいなと。クライマーとしてこれはやり遂げたいっていうの思いはすごいありますし、これができればもうちょっとなんか他のいろんなことが可能性が見えてくるんじゃないかな。Thank you.
オッケー、大丈夫だよ。14時30分、ヒスパイの山頂に立ちました。はい、OK。私も新たな挑戦ができる日まで今は待ちたいと思います。